常識酒場は、テレビドラマ、世にも奇妙な物語の中の一話。1992年4月30日放送。第191作目。同会の作品に、至れり尽くせり、精神力がある。作者である、飯田常治が友人との酒の席で、超能力は存在すると言ったところ、孤立してしまったという体験から作られた作品。 社会現象になるほどの盛り上がりを見せた、この作品の好評を受け、同年9月3日に、続編、トラブルカフェが放送された、世にも奇妙な物語で、続編が制作された例は2つしかなく、この作品が、その最初の例である。その約1ヶ月後、10月8日から、深夜連続ドラマとして放送されたのが、ナイトヘッドであり、その第一話、リアル PSI 年力。 マイナスに、この作品のストーリーが流用されている。反響は大きく、若者を中心に支持を得てきたことから、2006年には、ナイトヘッドジェネシスとして、アニメ化され、月刊マガジン Z で、漫画も連載された。2021年7月には、ナイトヘッド2041として、新要素を加えた上でリブートされた。山道を走る車に乗っている二人の兄弟。 人のいるところへ行きたいという弟の頼みで二人はコモンセンスという名の場へ立ち寄る。客たちは二人をよそ者扱いしているのかどこか馬鹿にした風に二人を扱う。TV では超能力者がスプーン曲げをしているところを放送している。そんな超能力者を客たちは全部イカ様だ。超能力などあるはずがないとあざけ笑って見ている。怒りに震える兄の横で。 ビール瓶が突然割れる。弟が慌てて、兄を店から連れ出そうとするが客たちは二人を挑発する。すると、兄は突然スプーンをつかみ客たちの前で曲げてみせるが、ありがとうございます。